農産物の品種改良や栽培技術などの研究開発を行う県農業研究開発センターで成果発表会が開かれましたこれはセンターで毎年行われている最新の研究内容を紹介するものです今回は補助の排水改善やトマトの品質向上に関してなど6つの研究成果が発表されました また奈良県が出荷量全国2位の小菊の開花予測技術についての発表も行われました盆の時期に需要が集中する小菊は開花予測が大切ですが近年の異常気象により平均的な開花時期と比較し早く咲く年と遅く咲く年の日数差が2倍以上変動していますこうした変動に対応するため AI= 人工知能を用いた開花予測モデルを構築・検証した結果誤差が1.5日以内の精度で予測できることが分かったといいますセンターで開発された栽培技術は今後、県内で活用されるということです